やった。やあみんな、元気でやってるかな。あ、ハンジさん、どうしたんですか。若い子たちと親交を深めようと思ってね。嫌な予感が。あの、ハンジさんって捕まえた巨人を使っていろんな実験してたんですよね。聞くなよバカ。実験ってどんな実験だったんですか。おい、やめろって。やっぱりみんなも興味があるんだね。巨人について知ることは大事なことだよ。休養を思い出した。行こう、アルミ。休養って。いいから。ん、仕方ないね。じゃあ残った君たちだけに実験に。はい、お願いします。結局、事件で新たに得られた情報はなかったんだ。ここまで話したことは、君たちも知ってただろう？はい。訓練兵の時に全部教わりました。なので、ここからは私の推論を交えて、もう一度解説するよ。はい？いえ、もう…まず巨人との意思の疎通についてだけど、興味深い事例があってね。コリン、サシャ。一晩ぶっ通しだった。だからやめろって言ったんだよ。